はい、本日は猪俣隆投手、阪神タイガースでございます。こちらの映像はプロ入り3年目1989年、リリーフでね4勝3セーブを挙げた年の映像でございます。ちょっとねコントロールはアバウトではございますが、なかなかね勢いのある球を投げている、そんな感じのピッチングの様子が伺える映像でございます。本日はこの猪俣投手の足跡を振り返りながら、タイガース時代の活躍の様子を見ていきたいと思います。猪俣投手出身はこちら新潟県で、高校はと言いますと野球留学という形で東京の堀越高校へ進まれたわけですが、まあ、大学中高進出をすることはなく法政大学へ進学され、1年春の新人戦ってあるじゃないですか。そこでね新人戦史上初のノーヒットノーランを達成されたわけで、在学中は4回も優勝、そしてですね通算成績は43試合に登板いたしまして、20勝7敗、防御率 1.87、180奪三振をマックスされております。そして迎えましたドラフト会議、こちら1986年ドラフト1位の面々でございますが、共栄高校近藤真一選手を外しまして、阪神タイガースが猪俣隆投手を外で1位で指名したわけでございます。ドラフト柔軟陣ってちょっとねお写真っていうのがいろいろあるじゃないですか。これはですねお前の左腕を俺に預けろといったね、なんか星野選手監督のね、まあ、近藤真一選手とのねツーショットなんですが、そしてこちらはねやはりね阿波野秀樹投手、なかなかねちょっと細身でねかっこいいですよね。そしてかっこいいといえばもう一方、この西崎幸弘投手ですね。まあこのお二方はねオレンディエースなどでね後に呼ばれたわけなんですが、そこでこちら猪俣選手のねこのお写真なんですが、なんでねこれここ場所なんでここ飛び越えてんのってちょっとツッコミを入れたくなりますが、何気にね目線はカメラ目線というところもねちょっと笑ってしまいますね。そしてこちらが1987年入団1年目のこちらね阪神とヤクルトのこれオーダーなんですけど、なかなかちょっと懐かしいですよね。この2年間はですねこちらの背番号17をつけられてね活躍していたわけでございまして、こちら1年目は22試合に登板、5勝7敗、防御率 2.94 のね成績を残されているわけでございます。ここ新井選手にねここ打たれちゃいました。あらららツーベースという感じですよね。そしてですねこちら2番の渋井選手なんですけどもね、これはきっちり送りたいところなんですが、んこれどうなったんですかね。あ、守備妨害ですね。これでね新井選手ねまた二塁へ戻されております。猪俣投手はですねあの先ほどの西崎阿波野両投手がですね結構1年目から活躍したのに対しましてね、やはりね故障、そしてですね結構ねあのフォーム改造なんかもねこう繰り返されたりしてね、ちょっとね制球力の方が点々点というような感じのピッチャーで、なかなかね思うような活躍はできなかったわけなんですよね。おっと高校はヤクルトスワローズ、懐かしいですねボブ・ホーナー選手ですね。ツーアウトながらランナーセカンドということで、ここはねホーナー抑えたいところですよね。猪俣選手じゃなくてね当時のねホーナー選手の印象っていうのが私の中でやっぱりね結構ね当時ね見られた方は強く印象残ってると思うんですけど、なんか軽くねホームランをねこう外野ねスタンドに、ね、運んでくる感じなんですよね。ここね結構ね攻めてますよね。コントロールっていうかねここ歩かしてもいいぐらいですけれども、おっと2ストライク3ボールになって、ここでね見事ホーナー選手を打ち取るわけでございます。そしてね翌88年は1軍登板なく、背番号ですねかっての矢本和之投手がつけておりました。背番号25をねこうつけるわけなんです。なんかねやっぱり矢本和之の25ったらねなんか重いっていう感じしますけどね、やはりねかなりね期待されていたということなんでしょうね。背番号が25番に変わりました。89年は41試合ほぼねリリーフが多かったわけで、4勝6敗3セーブ、防御率 4.19 の成績を残され、そしてですね翌90年を迎えるわけでございます。90年からは主に先発での活躍がね多くなるわけなんですが、こちらの広島東洋カープ戦のピッチングの映像でございます。やはりコントロールはね点々点っていうのはね相変わらずなところはありますが、なかなかねこのアバウトな投球っていうのもいいですよねって言ったらですねちょっと打たれちゃいました。あ、これタイムリーになるのかなと思ったかね、この外野の返球で見事アウトでございます。助けられましたね猪俣選手。これですもんね2勝9敗ってねかなり大きく負け越しているわけなんですが、結局ですねこの90年は23試合に登板、5勝11敗 3.27 と大きく負け越したわけでございます。こちらカープの選手、これあの片平選手ですよね、あの銚子商業でね結構ね剛腕的なねすごいねピッチングをねやってた選手ですけど、このフルスイングいいですね。今ね片平選手のねお話をさせていただきましたがね、ちょっとねご存知ない方のためにねここちょっとおまけ映像をね挟ませていただきたいと思います。銚子商業のね
エースナンバーをつけております。こちら片平哲也投手、これ夏の甲子園85年ですね、宇部商業相手にね投げてる映像なわけなんですが、帽子がねなんか知らんけど、ね、よく飛ぶんですよ。これねこのまま映像見れててもわかるんですけどもね、何回も何回も帽子が飛ぶんでね、主審にですね、お前ゴム紐でもつけとけみたいなことをね言われたとかいうねお話もあるわけなんですが、なかなかね結構ね号泣投手じゃないですか。こう力感のあるねピッチング、なんかちょっと力任せ的なところはありますがね、このね剛速球というのはねなかなかいいなってね当時思っていたんでね、このチラの選手はですね中日ドラゴンズにね入団いたしまして、野手に転向して先ほどのようにねカープに移籍していたわけでね、もうバッターでね、ちょっとあまりの思ったような活躍はできなかったわけなんですが、高校時代のねこちらのピッチングっていうのはねなかなかいいですよね。おまけ映像の方ねこれぐらいにいたしましたね。本日の主人公猪俣隆投手のねお話の方にねまた戻りたいと思います。まあ私はですね個人的にはね猪俣投手みたいなねピッチングスタイルって好きなんですよ。まあねちょっと安定感はねっていうところはありますが、でもねハマったらやっぱすごいじゃないですか。先ほど90年ね5勝11敗でね大きく負け越したって言いましたけどね、5勝のうち3勝は完封ですよ。今はね三冠封するピッチャーなんかいないですからね。そして91年は9勝13敗ここも負け起こしてますね。92年もね14試合で5勝5敗と、まあ、ここがねイーブンの数字なわけなんですが、そしてですね93年には27試合で初の2桁勝利11勝をマークするわけなんですが、まあ残念ながら負けはですね12敗ということで、ここねまた負け越してるわけなんですね。まあねタイガース在籍時代ね勝ち越したことというのはね残念ながらないんですよ。そして93年のね2桁11勝がピークということでね、その場ねやはり5勝などもありまして、94年は3勝、95年は1勝、96年はわずか2試合の登板に終わりまして、97年は1軍登板なく終わりまして、その年に戦力外通告を受けるわけでございます。そして98年中日ドラゴンズへ移籍するも故障などの影響もありまして登板なく終わりまして、次は現役引退されたということでございます。中日はですね退団した後にねマイナーとかね独立リーグにねチャンスを求めてね、まあ渡米されたわけなんですがね、まあ結局ね現役は断念されたわけなんです。その時にですねなんかふとしたきっかけでなんか寿司職人のね口を紹介されたらしいんですって。それでですねなんかまあ左利きじゃないですか、それをね右利きに強制するなんか努力なんかもしてですね寿司職人になられたみたいなんですよ。私も以前のなんか猪俣選手がこう寿司職人になったみたいなのでテレビでやってたんですけどもね、私たまたまそれを見てね、第二の人生寿司職人っていうのもねかっこいいなって思った記憶があるんですよ。プロの、ね、世界では通算で191試合に登板、43勝63敗3セーブ防御率 3.68 の成績を残されております。本日は阪神タイガースのサウスポー猪俣隆投手でございました。最後までご視聴していただきありがとうございます。では。